久保建英を脇腹パンチにハンマー投げ、久保も自身のインスタで抗議投稿。スペイン一部ソシエダは22日に敵地でカジスに0対0で引き分けた。試合終盤には今季好調の久保建英が激しいラップレーを受けて大激怒する場面があった。前半44分に競り合った際に、アルカラスから強烈なパンチをボディに受けて悶絶しており、後半39分、自陣からドリブルを開始したところ、アルカラスに右腕を掴まれると、ハンマー投げやプロレス技のジャイアントスイングのように回され、そのまま投げ飛ばされた。もうサッカーじゃないやん。振り回して投げてるやん。これはサッカー選手がやることちゃうやろ。イグノーベル賞の実証実験でもしてんのか。もはやサッカーでもなく格闘技みたいになってる。相手選手さ競技間違えてない。このプレイがレッドではないのならこれからのサッカーでは格闘する技術が必要になるね。これはひどすぎるだろ。レッドだよ。これの前にビンタとボディブローがっつりやられてるっていうのにイエロー1枚かよ。ワールドカップの時代の頭突きは今の時代じゃイエローなのか。10試合くらい出場停止だろ。こんなん審判目の前にいるのにこれはひどすぎる。珍しく久保選手がめちゃくちゃ怒ってましたね。あんなことされたら当たり前ですが、こいつ名前なんて言う。ファールした方ルベン・アルカラス。やっぱり幹荒らされとるわら。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね励みになります。ゆっくりしていってね。